さようなら。また会いましょう。よっ、よく来たら。調子はどうです？また会いましょう。また会いましょう。調子はどうです？はい。また会いましょう。
また会いましょう。よく来たな。調子はどうです？また会いましょう。よく無事で戻ってきてくれた。ブルーダーは治療中だ。だが幸い傷は深くない。すぐに復帰できるだろう。よかった。それで他のアークスたちは？ダメだった。そうなんだ。あれがスターレスか。交戦した2体が全滅、それにあのブルーダーまで。どうやら相手はこちらの都合はお構いなしのようだね。しかしこれでスターレスが新たな脅威となることが確定した。迎撃の準備を急がなくてはいけない。それでさっきは途中になってしまったけど、君のこれからについて話をさせてくれ。君にはこれからの戦いに向けてアークス全員にとってのシンボルになってほしい。これまでの戦いの決定的な場面、決定的な瞬間、そこに必ず君の姿があった。今回スターレスを撃破できたのも君の活躍が大きい。だから君にはこのハルファを守る存在、ガーディアンになってほしいと思っている。と言っても君にお願いすることはそんなに変わらない。今まで通りエネミーを倒して困っている人を助けてあげてほしい。その君の活躍が僕たちの希望になる。呼び名ってのはとても大切なんだ。僕たちの思いを勝手に押し付けて迷惑かもしれない。でも君にはその大役を引き受けてもらいたい。ありがとう。よろしく頼むよ。二人の今後の任務については追って連絡する。まずは今回の戦いの分析を急ぐよ。アイナ君が言っていた通り、明日のために頑張ろう。
よう、元気か？セントラルリーダーのクロフォードだ。みんな、僕の話を聞いてほしい。今僕たちは新たな困難に直面している。ルシエル、リサージェントアークス、これまで知らずにいたハルファの真実が明らかになり、混乱も大きいことだろう。ダークファルスは倒したが、ドールズとの戦いはまだ終わらない。さらに新たな敵も現れた。スターレス。先頃そのスターレスの先兵との戦いがあり、これを撃破した。合戦したのはあのダークファルスを打ち倒した者たちだ。恐れることはない。僕たちはスターレスに対抗できる。だが完全なる勝利を得るためには、これまで以上の団結が必要だ。エアリオ、リテム、クバリス、スティアだけではない。リサージェントアークスの仲間とも手を取り合って立ち向かわなければならない。みんな、いろいろ思うところはあるだろう。確かに僕たちは彼らの行いによってこれまで苦しめられてきた。けれど今は違う。ゼフェットの支配から解き放たれた彼らは敵ではない。僕たちの新たな力になる存在だ。全員で一丸となればスターレスに立ち向かえる。心を一つにするんだ。平和な明日をつかむためにみんなの力を貸してくれ。マノンたちの聴取で呼ばれてね。私はその様子を聞きたくて。心配しなくても二人とも元気だよ。窮屈な思いをさせているけど、待遇に不満はなさそう。他の人たちも同じだね。ただ問題は、そうだね、ちょっと苦戦してるかな。彼らにもルシエルでの役割があって、それぞれ担当が違うんだ。持っている情報にもばらつきがあるから、まとめるのに苦労はしてる。でもそれ以上に難しいのが、そもそもの意思の疎通なんだよね。例えばルシエルについて教えてくれと質問するでしょ。すると彼らはルシエルの建造過程やその機能について事細かに語り始めるんだ。まるで感情を持たない機械がデータを読み上げるみたいにね。マノンも最初はそんな感じだったな。話しかけても最低限の返事だけ。お父さんたちもどう接したらいいか困ってた。多分彼らにとってはそれが普通なんだ。でも今のマノンは違う。そうだね。今はマノンに間に入ってもらって、どうにか話ができてる。
時間をかけて接すればいつかは彼らも変わってくれると思いたいね。あとそれから彼らのことだけど、これからはルシエランって呼ぶことになった。ルシエラン？彼らはもう敵じゃない。いつまでもリサージェントワークスじゃわだかまりも消えないからね。そっか、ルシエラン。うん、いい呼び名だね。